事務局が所在する愛知大学名古屋キャンパス、一般社団法人日本女性科学者の会は、日本婦人団体連合会初代会長、女性国際民主連合副会長の平塚来長、ノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹をはじめとする、世界平和アピール7人委員会の支援のもと、女性科学者の友好を深め、各研究分野の知識の交換を図り、女性科学者の地位向上を目指すとともに、 世界の平和に貢献することを目的として1958年に設立された。2002年から男女共同産科学、協会連絡会に加盟。2004年に日本学術会議の登録学術団体となる。理学、工学、医学、薬学、農学、化成学等を専攻する大学、研究機関などに所属する研究者及び、企業の研究者、 技術者等幅広い会員からなり、男性も活動に参加している。事務局を愛知県名古屋市中村区平地町4-60-6、愛知大学名古屋一般教育研究室に置いている。主な活動、ありがとうございます。